はい、習近平、習近平を褒めたたえるというですね、中国の風習が復活してきた可能性があるということです。これ朝日新聞ですけども、クイズ番組で習氏来賛というね、ほらちょっとここ半年ぐらいですか、習近平のことをあまりね、褒めたたえて持ち上げるというのをちょっとしなくなってましたよね。やっぱりこの習近平に対するこのバッシング、誰かがほらペンキぶっかけたりとかありましたけども、そういうのがあって、まあそれ以前はね、もう右から左まで、まあ、右へ習えで、習氏万歳っていうのをですね、やってたわけですけども、ちょっと民衆の反発があって、言論の自由もないと、悪口も言えないと、で行ったやつはみんな、ね、強制収容所にぶち込まれるわけですから、まあ、だからなんかね、世相があまりちょっと習近平万歳って言えば言うほどちょっと世相が良くないということ で共産党のおそらくトップの判断でそういうポスターを剥がしたり、そういうスローガンを使わなくしたりってして、ここ半年ぐらい来たわけですね。ところがまた元に戻りつつあるというんですね。このちょっと動きは、まあ、キャッチしておかなきゃいけないので、読んでいきます。中国で習近平、総書記を来賛するようなテレビ番組が相次いで放送され話題を呼んでいる。党内ではこの夏、個人崇拝を抑制すべきだとの声が高まったが、習氏への権力集中を支持する意見も根強く、宣伝戦略は手探りが続いている模様。昨年の共産党大会報告で、新時代の歴史的使命として習近平総書記が招述したのは何？三択の問題に回答者が4つの偉大を選ぶと正解ランプが灯った。つまんねえクイズ。つまんねえ。湖南衛星テレビが9月末から5日連続で放送した新時代学習大会。日本でも人気を博したクイズミリオネアに似た形式のクイズ番組だが、質問は全て習氏の政治理念、習近平の新時代の中国の特色ある社会主義思想に関するものだ。企画した湖南省党委員会宣伝部は、テレビやネット媒体を活用して幅広い層に思想を伝えると狙いを説明する。国営中央テレビでも習近平総書記が故事を用いるという番組を8日から12日連続で放送中。つまんねえ。8、9、10、10、12、5日間連続放送よ。習近平が故事って物語ね、古い物語ですわ。故事を用いる、これ5日間、国営中央テレビよ、5日間連続放送ってつまらねえ、誰が見るんだという書き込みがありましたよね。習氏が演説などで引用した故事や古典を解説し、思想への理解を含めるのが目的。つまらねえ、こんなの5夜連続放送とか言って誰が見る、ある意味見たいっていう人もいますけど、こじこじだったらいいけどね。中国では今年の夏、習氏を個人崇拝するかのような宣伝に批判が高まり、習氏の顔写真入りの看板が一斉に消えたが、来賛への動きが再び始まったとの指摘もある。まあこれもですね、もしかしたらこのね、右から左へ動く振り子のようなものかもしれませんね。あまりにも習近平万歳やりすぎたからちょっと調整しました。もうそろそろいいんじゃないのってまた始まるね。中国外交筋は背景の一つに対立が深まる対米関係があるとして、トランプ大統領に向き合うため習氏のリーダーシップを高める時だという意見が党内にある。ただ個人崇拝への懸念も根強いと語る。いろんな矛盾がありますね。番組について SNS 上では勉強になるとの評価がある一方、持ち上げすぎだ、時代に逆行しているなどの批判も。ただこうした否定意見はすぐに削除されている。嫌な国だね。習近平の思想をクイズ形式で学ぶ番組、はい、4つの偉大、これですね。ね、何？昨年の共産党大会報告で新時代の歴史的使命として習近平総書記が招述したのは何？ね、1番 4つの地震、2番、4つの意見、意識かで、3番目が、4つの偉大で、4つの偉大って答えたらピンポンピンポンピンポン、
つまらねえ見てよこれ、まあ私でも分かりますけどね、4つの偉大ですよ、4つの自信と 4つの、意識と4つの偉大ですわ、偉大ウェイダーってやつですね、数がウェイダー、4つの偉大なことね、まあちょっとほらだからほらやっぱこれまでね、まあ中米関係あそここまで悪化してなかったですから、習近平ちょっと調子に乗りすぎじゃないかと持ち上げすぎじゃないかと思ってこっちに触れてたんですけども、ちょっとね今、米中貿易戦争ということで中国が一丸となってアメリカと敵対してこの戦争絶対負けられないぞと、でこの戦いを制したらアメリカに代わって中国が世界最大の経済大国に、のし上がっていくという、だからもう中国がですね本物の大国としてのもう最強の地位を手に入れるかどうかの瀬戸際、だから人民が一丸となってこの戦いを制していくという、まあ、そういう挙党体制がですね、を敷こうとしているのではないかなというふうに思います。さあこの戦いどうなるのか見ものです。ただね私もね結局アメリカ勝つんじゃねって話を以前からしてましたけども、ただねそう簡単でもない、中国は中国でやっぱりですねあの強みもあるわけです。結局痛み分けになる可能性もあります。アメリカも傷つきで、アメリカがもしかしてだからそこのアメリカの弱みなんですけども、中国はね選挙とかないですから、もう一党独裁なんですね、ここはある意味中国の弱みでもあり強みである可能性もあるわけです。これアメリカの場合トランプがどんなにね、まあ、中国に対して、ね、戦いを、ね、継続しようとしてもこれ選挙で負けちゃうってことが起きるとですね一気に終わりなわけですね、だから、まあ、この中国と戦おうとするトランプ大統領をアメリカが世論として支える、そういうところが肝ですよね。それがないと、政権の求心力も失い、結局中国とそんなにねやり合わなくていいじゃないかって、まあまあどっかで手打ちしようやみたいな空気になると、これは中国の思うつぼということになるのではないかと思います。